マニュー、EL 初戦ホーム引き分けでテンハグ解任論が激化。ヨーロッパリーグ第1節、マンチェスターユナイテッド VS トゥエンテ。テンハグ体制のユナイテッド、ヨーロッパの舞台ではまだ1勝、プレミアリーグの舞台でも冴えないし、もはや泥沼。ユナイテッドターンオーバーして勝つのかと思ったけどターンオーバーすらせず引き分け取るやん。テンハグの古巣だから仕方ないのか？忖度は大事よな。ユナイテッド引き分けてる、ラトクリフよ、早くテンハグを解任してくれよ、サポーターは去年から限界だぞ。ごめん、やっぱりテンハグは無理じゃない？テンハグもう解任でしょこれ、監督がテンハグである必要がないよ。ユナイテッドは早くテンハグ解任しろよ、もう十分だろ、縛りプレイでもしてんのか？さすがにテンハグさん、クリスマスは迎えられそうにないか？テンハグ、延命されてこれだし普通に解任だろうね、お疲れさん。マジでテンハグとかじゃなくて決定力、テンハグも良いとは言えないけど、ラストパスどんだけ合わねえのって感じ。テンハグが監督やる限り決定力上がらないじゃないか、ザークチ怪しいぞ。見てないけどテンハグはまた右ブルーのやったんか、決定力の問題にするには選手起用の謎が多すぎる。かつてマンユーが天下を統一した時代はもう戻ってこないのだろうか、テンハグ解任したら少しはまともになんじゃね、蘇れ、マンユー。もう願望、テンハグのせいであってほしい、テンハグを変えれば全てが嘘のようにうまくいってほしい。PL でも EL でもポイントハイクラブになってしまって本当に悲しい、前澤友作が監督やってんのか？右三手出せばいいのに、テンハグ、あ、いないのか。